ここ兵庫県三田市高平地区は二十日川の良質な水と土壌、温度差の激しい気候に恵まれ、古くからもち米の産地として知られてきました。現在ではもち米の生産、加工、そして販売までを一つの場所で行う地産地消の取り組みがなされています。その取り組みの中心となっているのが今回ご紹介する三田のもちどころ、つくしの里です。自然豊かな三田市上月瀬の県道沿いに、つくしの里が構えられています。つくしの里の施設内では、工場内の見学、三田で採れた特産品の販売、餅つきなどを体験できるイベントを行っており、食の教育を通して子どもたちから大人まで、幅広い年代の方々が楽しめる施設となっています。もち米に付加価値をつけて、この山福餅をなんとか利用しようという経緯がありまして、白いお餅、地元で採れたよもぎの小餅、それをのし餅、切り餅とか生おかきとか、そこへあんを入れたお餅とかを考えて、対応したらどないかなということの始まりで、今現在に至っております。工場では従業員の皆さんの協力のもと、朝早くからお餅の製造が行われています。販売コーナーでは三田で採れた新鮮な農作物の販売や、それらを使ったおこわやおはぎなどが並んでいます。地産地消という言葉があると、地元のお米を使ったことを考えて、この地域の綺麗な水と、それから温暖さ、夏の温暖さが激しいと、よそには負けん味のあるお餅に関してはいいとこだと思っております。つくしの里では毎月4週目の日曜日に餅つきイベントを行っているほか、毎年10月につくし餅祭りを開催しています。平成23年のつくし餅祭りでは、地域の皆さんを活気づけるために演歌歌手の琴音恵子さんが参加され、歌を歌い皆さんを楽しませていました。つくしの里の方をまず盛り上げるっていうことが第一ですし、そして地域の皆さんとやっぱり触れ合うということで、それで活気づいて元気を出していただいて帰っていただければなと思う、気持ちを込めて歌ってます。イベントではつきたてのお餅をふんだんに使ったお味噌汁やきなこ餅が振る舞われました。会場にいる皆さんが揃って笑顔でお餅を頬張っている様子が伺えました。お餅つきの出張等々に行きまして、つきたてのお餅をどんだけおいしいもんかと皆様方に味わっていただいたら、思いが一番重点で、やっております。地元で生産されたもち米を使用し、その場で販売するという積極的な地産地消活動を行い、他の地域では作ることのできない独自の味を守り続けるつくしの里の皆さんの熱い思いがあってこそ、豊かな自然に育まれた三田高平の特産品は多くの人々に親しまれているのです。